皆さん、こんにちは。CF ネッツ大阪支社の川崎でございます。本日はですね、CF ネッツセミナーチャンネルの方でですね、私の方がミニセミナーをさせていただくような運びとなりましたので、お話の方を聞いていただければと思います。今回はですね、私の方でお話しさせていただく内容としましては、大阪で不動産を購入することを検討した際にですね、絶対に気をつけておいてほしいことの2つのお話がありますので、その内容についていろいろお話しさせていただければと思います。私もですね、この大阪支社で働いてますので、首都圏のマーケットももちろん見ているわけなんですけど、この関西でのマーケットっていう、大阪で仕事させていただいておりますので、基本的に今こっちのお話っていうのは、賃貸のことに関しましても売買のことに関しましても普段仕入れしている分ですね、向こうのことも分かればこっちのことも分かるということですので、私の方からはなるべく大阪のこっちのお話の方をできればということで、こういったお話をさせていただくような形となります。はい。で、まずはですね、軽い自己紹介からさせていただければと思うんですけど、私は川崎博樹と申しまして、今年37歳で、現在、兵庫県西宮の方に、住まわさせていただいております。で、もともとはですね、この不動産業界に入ってきてから、ほとんどの年数ですね、賃貸仲介の仕事をしておりましてですね、関西でもともと賃貸仲介の仕事をしてたんですけど、なので、この関西一帯に関しましてはですね、大体どの辺のエリアがどんな感じで、どんな街並みでとか、賃料が大体どれぐらい取れてとかっていうような形でですね、マーケットの方はある程度理解しているつもりではありますので、関西の方でしたら、ある程度、例えばご自身が検討している物件が、ちょっと関西でも遠方の方なんですよ、大阪からちょっと外れる方なんですよとかって言われても、私自身が知ったりだとか、あとは業者の付き合いがあったりだとかっていうので、いろいろご相談に乗れるかなとは思います。でですね、保有資格に関しましては、社内ではあまり変わらないかなと。うちは基本的にはもう名刺交換しただけで、他の業者さんと喋った時に、すごいいろいろ資格をお持ちなんですねっていう話題になる、これがみんなが同じぐらい話題になるぐらいの数を持ってるっていうコンサルタント集団になってますので、私もそれなりに毎年一つずつは何か勉強して取得していこうかなっていうような形で動いております。今年に関しましては、私は一応相続の資格を今勉強しておりまして、相続に関しましてもですね、ご相談いただくことっていうのが個別相談の中でありましたので、そういった時にですね、こういう対応できればいいなとかって、お客様からですね、いただいたお話に関しましては、なるべく自分がこう努力して勉強してですね、持った知識をもとにお役に立てればと思ってますので、今年もそういう形で一つ勉強させていただいております。で、あと不動産コンサルタントバカ一代記という形でブログやっておりまして、で、あと、不動産コンサルタントバカ一代チャンネルということでですね、自分の YouTube のチャンネルも持ってますので、そちらの方も合わせて見ていただければなと思います。で、あとFacebook もやってますので、友達の申請等を行っていただければと思います。で、社内でもそうですし、それなりにメリマガとかで発信しておりますので、もし、私の書いた記事とか見つけられた時とかはですね、あの記事見たよとか読んだよとかいう形でお声掛けいただければなと思っております。はい。ではですね、早速本題の方に入っていければと思うんですけど、まずですね、このお話を、なぜしようかと思ったところから、話できればなと思うんですけど、関西だから、特有というわけではないんですけど、やっぱりその失敗のパターンにはまるときに、ありがちなというか、この分かりやすい罠にはまってらっしゃるなっていうような方が結構多い中で、それをこう、私たちがいろんなところで発信してもですね、なかなか収まらないというか、ご相談来られる方っていうのが減らない。相談来たってなると、またあの話かとか、またこの話かというような感じでですね、同じような失敗される方が多いと思うんですよね。で、その中で、大阪の、特有のじゃないですけどね、ありがちな、大阪でやや多いだろうなって言われるようなことを、ピックアップして2つに絞って、今日お話しさせていただければというような感じで、
撮らさせてもらってます。なのでこれを聞いていただいてですね、ぜひ、まあ皆さん同じような失敗をしないような感じで、まあ、不動産投資の方を取り組んでいただければなと思っておりますので、ぜひ最後までご視聴いただければと思います。ではですね、まずこの数字76,660という数字があるんですけど、これって何の数か分かりますかね。まあ皆目見当つかないっていう方の方が多いかなと思うんですけど、これは2019年で、日本全国でですね、供給されたマンションの戸数なんですね。76,660戸というのが日本全国で供給されたマンションの数だということですね。供給戸数のランキングってあるんですけど、皆さん見たことありますかね。この76,660の中で一番、まあ、戸数供給してる会社ってどこなのかっていうところなんですけど、これ実は答えは住友不動産さんなんですね。約ですけど全国で5700戸ぐらい、供給されてるっていうのが住友不動産さんなんですね。でその中でですね、まあ、この関西の供給戸数のランキングっていうのも出てるんですけど、この76,660の中で関西の戸数ってどのぐらいなのって言われると18,000戸ぐらいなんですね。で、まあ、それのランキングっていうのがこちらになってくるんですけど、まあ、1位から10位までの戸数をまあ持ってきてます。でこの順位があって、でこれどこの会社って出したらやらしいので、一番初めの頭文字だけ、ここに載ってあるんですけど、まあ、1位がプーって書いてますね。で2位がエーって書いてあって、3がスム10って書いてますね。まあそんな感じでですね、このランキングをまあ持ってきてるんですけど、まあここに書いてある通りなんですけど、まず1位から10位までの間でですね、新築ワンルームをメインで供給している会社さんというのが3社入ってるんですね。でその3社の、合計の供給戸数というのが、6592戸なんですよ。この6592戸という数字自体は、これは新築ワンルーム物件をメインでは供給してるんですけど、新築ワンルームの物件ばっかりじゃないんですよね。やっぱファミリー物件も中に含まってますんで、まあ、この全部の戸数の中で、まあ、8割型新築ワンルームの物件だったというふうな体で考えたとしても、関西の全体の供給戸数である約18,000戸の中の割合で考えると約 30% っていうのがこの新築ワンルームの供給戸数になるんですね。ということで1件目のお話としては、その新築ワンルームで出版される方っていうのがまだまだ多いということなんですね。なんで、まあ、このお話を、まあ、させていただこうと思ってまず持ってきました。で要はこれ関西の供給されている戸数の中で非常に割合が多いと、でこれ首都圏の方とかでもこの供給戸数ランキングとかって出てくるんですけど、新築ワンルームを供給している会社さんって、そんなに多く戸数って供給できてないんですよね。こう関西だけがこう圧倒的に供給できているというような形でして、やっぱりこの関西の案件を買って失敗されている方っていうのが日本全国つつうらうらいらっしゃると思うんですよね。なので、まあ、関西の新築ワンルームの案件には重々気をつけてほしいなというような内容でございます。まあ、私も知り合いにね、そういうのをやってる業者さんっていうのも中にいらっしゃるんですけど、まあ、やっぱり話聞いてもですね、まあ、みんな言うことはまあ一緒でですね、どんな感じで売ってるのとかっていろいろ話聞いてもですね、やっぱりまあ売り込み文句としては、まあ、一つはまあ税金対策になりますよっていうような、まあ、売り込み文句で話してるよっていう方がまあ結構多いかなと思います。で実際やっぱり高所得の方に関しては、まあ、日本はこの超過累進課税になってますんで、やっぱりちょっとでも税金を抑えたいというのは気持ちが働くんだと思うんですよね。でやっぱりこう税金がちょっとでも安くなりますよ、還付受けれますよって言われちゃうと、どうしてもそこに乗っかっちゃう。あそうな、じゃあそんだけ税金が下がるんであったらやってみようかなみたいな感じでね、まあ、やっちゃうんだと思うんですけど、まあその実はやっぱり儲かってないから税金対策になる損益計算書 PL ですよねの内容が分かれば、まあ分かりやすい話なんですけど、まあ、結局儲かってないから、まあ、税金対策になりますよっていうような感じなんですよね。でまあこれも税金対策になるっていうのも正直初年度とか2年目ぐらいまででして、ずっと先を見た時には、これは結果的に税金対策には全然なってない、ただ単に儲からない商品を売りつけられただけっていうふうになってしまうっていうことなんですね。というのも初年度は経費化できる金額が大きいんですよね。
メインで言うと、不動産取得税ですか。このあたりが、初年度か、2年目かに来るんか、どっちかっていうのは、買ったタイミングによるんでしょうけど、そういう大きな経費にできる分がありますんで、基本的には、経費ができる分が多いということは、赤字になるということなんですね。で、その部分っていうのが、還付対象になってくるっていうような形で、戻ってくるんですけど、結局、じゃあ3年目、4年目、5年目とかってなってきたときに、個人で買ってらっしゃる場合は、大きく経費化できる部分ってないんですよね。基本的に不動産投資の場合、経費化できる部分で大きい割合を占めてくるっていうのは、個人の場合は減価償却費と、あとは借り入れを起こしている場合は利息の部分ですね。借り入れの中には元金と利息と2つの内訳がありますけど、元金の部分は経費計上できない部分で、利息の部分が経費計上できる部分になりますので、この2つが大きいんですよね。でも逆に言うとこれぐらいしかなくてですね、経費化できる部分が少ないと、じゃあ節税にはなってこないよねっていうようなところで、じゃあもう一個買って、税金対策していきましょうみたいな感じで、どんどん個数を膨らましてですね、買っちゃってる方がいらっしゃるというようになってるんですよね。で、私のお客様でもですね、大手の銀行員のですね、偉いさんの方とかでも5、6個物件買わされてたりだとか、そういった方もいらっしゃるぐらいですので、この不動産投資というもの自体を認識してどういうものなのかっていうのが分かってないと、そういうね、金融関係にお勤めの方とかでも簡単にはめられてしまうというのが、この新築ワンルームの怖いところなんですよね。なんで、レアケースかもしれないですけどね、そういう、お金のこと、お金のプロですよね、そういった方とかでも失敗しちゃうっていうこともあるので、一般のサラリーマンの方とかで、ちょっと不動産投資興味あるんですっていうところで、こういう新築ワンルームのお話が舞い込んできたらですね、そうなみたいな、税金出しがダメだったらやっちゃおうかなみたいななってしまうのは致し方ないところだとは思うんですけど、よくよくちゃんと勉強していただければ、儲からない商品だということはもう日を見るより明らかに分かりますんで、ちゃんと勉強することっていうのが、大事前提条件というかね、いいんじゃないかなと思います。こういったことは私どもチャンネルの方でですね、たくさん配信されてますので、よくチェックしていただければと思います。あとは生命保険代わりになりますよとかってね、いうお声が消される方もいらっしゃるみたいなんですけど、これは事実なるっちゃなるんですけど、別にこれで生命保険代わりしなくてもいいよねっていうようなところなんですよね。要は断信がついてる、借り入れを起こすときですね、団体信用生命保険がついてる商品で、物件を購入しておれば、もしご自身の身に何か起こったときでも、それは借り入れ額がチャラになりますので、もちろんですけど、どの不動産も団体信用生命保険がついたところで借り入れを起こして物件を買った場合は、生命保険代わりには一応なってくるというような形になっています。で、この新築ワンルームの中で言いますと、基本的に買った値段の中に、そうですね、大体500、600万ぐらいですかは、その営業マンのフィーというかね、その売上として乗っかってる部分っていうのがありますので、買った瞬間値下がりするっていうのが一つの商品性の特性なんですよね。なので、例えば2000万ぐらいですか、物件買って、で2000万の借り入れ起こして買いました。で、例えば買った瞬間、それで、面積はあるかもしれないですけどね、団体信用生命保険にかかるぐらいのところで、こんなぐらいになりましたよと。で、その時にじゃあこれは借り入れ金がチャラになりましたよと。で、じゃあそれで物件を売ったら、買った時に2000万で売れるかだったら売れないんですよね。だいぶそれは割り引かれて、金額が決まっちゃうと。どうなんでしょう、1500とか1400ぐらいとかなんですかね、そんな感じの金額になっちゃいますので、別にあえてこれで生命保険代わりになるとかっていうようにしなくてもいいんじゃないかなっていうのはありますね。で、あとは新築なんで、空室はほとんどないですよっていうような売り込み文句をされて、ああ確かにねと、見たらね、それは綺麗なんで気に入っちゃうと思うんですよ。それは新築のワンルームとか綺麗な物件の方がいいじゃないですか。やっぱりその日本人みんなそうだと思うんですけど、まだまだその新築信仰が強い、種族だとは思うんですよね。実際やっぱり築年数が新しい方がいいって言ってお部屋探しに来られる方ってまだまだ多いんですよね。でもただやっぱり実際着地する地点としては、その築年数が新しいから決めるっていう方ってこれ意外と少ないんですよ。別に古くても綺麗ければ全然決まりますし、別にだからそこは築年数が新しいということに対して多少の優位性はあったとしても、そこまで大きいもんじゃないんですよね。で、なおかつ別に新しいから決まるっていうわけじゃないんですよ。関西の案件で、令和2年度の新築案件とかっていうので業者が見ているサイトがあるんで、そういったところで検索しますと、余り倒してるわけですよね。むちゃくちゃ空いてますよ、まだまだ。
やっぱり今年の2月ぐらいですかに立った案件とかでもまだ空室っていうような形で、まあ、乗っかってあるような情報もありましたので、まあ、物件自体が、まあ、立っている場所がきつかったりだとか、あとはもうその企画が悪かったりとかすると、やっぱりなんぼ新築って言っても苦戦します、なのでやっぱりその物自身を見る目っていうのを養わないといけないかなと思うんですよね。でここでね、まあ、東京もそうだと思うんですよ、まあ、首都圏の方ですね、東京もそうだと思うし大阪もそうだと思うんですよ。地方の方が例えば東京だとか大阪だって物件買うときに、東京だったらまあ23区ないですよね。で、大阪だった場合は大阪市っていうような住所がついてた時に大丈夫じゃないっていうふうに思うと、これ本当の大怪我しますんで、もう間違えないでください。やっぱり不動産の価値っていうのが下落しにくいっていうのは基本的にはやっぱ中心部なんですよね。東京でいうと、まあよく言われる都心3区って言われるんですよね。港、中央、千代田。この3つが非常にこの不動産の価値が高い。ようなエリアで、まあ、地価も下がりにくいんじゃないかみたいなようなエリアですよね。じゃあ大阪市どこなのって言われると、別に大阪市の都心3区みたいな感じの言葉はないですけど、まあ通常言われるところとしては、まあ、北区、あとは西区、あとは中央区のあたりだと思うんですよね。でこの3つの区だったとかしても、まあ、本当にこう駅に近いところで、ど真ん中に近いところに関してはそれはいいですよ、全然悪くないと思うんですけど、あのこの3区でも微妙って言われるエリアって普通に存在するんですよね。で、その上さっきも言ったような、あの大阪、まあ、関西で新築ワンルームの供給戸数が非常に多いということもあって、真ん中の物件ばっかり供給されてるわけじゃないんですよね。大阪市ってついたとしても、さっき言った北区、中央区、西区以外の区で供給されている個数っていうのもかなりあります。で、まあ、これどことは言いませんけど、まあ、正直私からしたらそんなとこ物件絶対買ったらあかんでっていうような区でも供給されて販売されたりとかするんですよね。まあおおよそ調べられない上に、物件を見に来られてないとかっていうので、大阪市っていうところで、あ、都会やんか、じゃあ大丈夫なんや、分かった、じゃあ買いますみたいな方が中にいらっしゃるんだと思うんですよね。基本的にこの大阪のこの供給されている物件で関西の人が買ってるっていうよりは、多分日本全国いろんなところにお住まいの方が物件買われてると思うんですよ。でその中で、大阪市っていうだけで選んじゃってる、これはね非常に怖いことです。不動産のその価値の、まあ、目減りっていうのも将来的にも非常に怖いっていうのもありますし、そもそも賃貸ニーズが少ないようなところでも建ってたりするので、全然決まらないっていうことも起こり得ると思います。で決まらないっていう時に、大丈夫ですよ、うちはサブリースつけてやってますんで、家賃っていうのはちゃんと月々入ってきますよっていうような営業されるところもあると思うんですよね。で、まあ、このサブリースに関しましては、まあ、これあの一口で語ると、まあ、難しいんですけどね、まあ、サブリースっていうタイトルだけで、まあ、だいぶ長く話せるような内容になりますので、まあ、そんなにこう今日は長く話せないので、まあ、あっさりと喋ろうとは思うんですけど、基本的にまあ業者さんが借り上げてくれて、要はその家賃がずっと入ってくると、空室が生まれない状態で家賃が入りますよっていうような制度になるんですけど、これ自体は悪いもんじゃないんですよ。別にサブリースっていうもの自体を否定するものじゃなくて、まあその供給してる会社さんがやるっていうのはちょっと正直あんまり良くないことではあるんですけどね。まあそもそもその物件買うときに何パーという利回りを決めるときにですね、その業者さんが家賃を決めてるってことなんで、実際それで本当に決まんのっていうような問題も出てきますし、まあ場合によってはね、逆ざやって言われるんですけど、要は払ってる賃料、要は最大入ってるサブリースしてる会社さんが、オーナーさんに払ってる賃料よりも、入居者さんからサブリースしてる会社に払ってる賃料の方が低いっていうケースがあるんですよね。まあ、これ逆ざやって言うんですけど、まあ、こういったケースもまあ全然考えられますし、であとは、まあ、そういう大手の新築ワンルームを供給している会社さんというのは、まあ、ある一部のまあ関西の管理会社さんと手を組んだりとかをしてですね、まあ、サブリースをしてもらって、でそこが貸し出しているというようなケースもあるんですけど、まあ、私が見たケースとかでいうと、まあ、ちょっとうんって思ったのが、サブリースと一般の管理って言われるのはこれ全く別のものなんですよね。サブリースはサブリースで、管理は管理というような形で、まあ、これどっちかしか基本的には使わないような制度になるんですけど、そこは二重取りしてましたね。サブリースをして
元々の貸してる賃料から何パーセント引いてオーナーさんに送金しますっていうのがまず大前提としてある上で、そっからまた管理料を取って送金しますよみたいな感じの、まあ要は管理とサブリスをこう二重取りしてる、でそれでまあ儲けようとしてたっていうようなパターンを見たことがあります。なんで、まあ、そもそも新築ワンルーム買うこと自体厳しいもんだとは思うんですけど、まあ、無知がゆえに、まあ、そう吸い取られることっていうのが非常に多いっていうところを、まあ、認識していただければなと思います。ということで、まあ、関西、供給されてる案件が多いので、まあ、新築ワンルーム、関西の案件買いませんかっていうふうに、いろんな日本全国お住まいの方で、まあ、お声掛けかかるようなケースがあると思うんですけど、まあ、そういったことっていうのは、まあ、重々注意してですね、まあ、関西、特に関西厳しいと思うので、まあ、数も多いですしね、だから新築ワンルームはまあ関西の案件では買わないように気をつけてください。でもう1件目2件目の方がですね、某銀行からの紹介案件っていうのがあるんですけど、これに関しましてはまあそうですね、日本全国ある銀行さんではあるんですけど、まあ、関西でまあそういう紹介される案件がまあ多いとよく聞くので、まあお話を取り上げさせてもらったんですけど、そもそも銀行さんってやっぱりこの不動産投資において非常に密接に関係する協力機関なんですよね。まあ要は不動産買うときにお金を借りないと自己資金だけで買える人というのはそうそういませんからね、大きい物件に関しましては。でその中で銀行さんに協力を得てですね、お金を借りてで不動産投資を始めるというケースがまあほとんどだと思うんですけど、まあ要はお金を貸してくれるところから物件これいいですよって持ってきてもらって融資つけますんでっていうような案件に関してはもう本当に注意してくださいねっていうようなことです。まあ、これに関してさっきも言ったまあ関西だからまあ非常に多いっていうのもあります。まあ某銀行でどことは言いませんけどね、まあ紹介される案件が多いということで、まあ、そういったところが持ってくる案件自体がですね、やっぱりこう大丈夫なそれっていうような案件がまあ非常に多いので、まあ、この話をさせていただきます。で、基本的な概念なんですけど、まあ、銀行さんっていうのは不動産の仲介業っていうのは知っちゃダメなんですよね。これ知らない方も中にいらっしゃると思うんですけど、まあ、平成13年に、改正銀行法っていうのが、まあ、できてからですね、基本的に銀行業務の中で不動産の仲介業を行うことっていうのは禁じられてるんですよ。やっちゃダメなんですね、基本的に。だから銀行からそもそも不動産の案件を紹介されて仲介されるということ自体がおかしな話なんですよ。で、ただでもここには一つ抜け道があって、普通銀行っていうような内容になってるんですよね。もうこの中に普通銀行というところの枠からはみ出てる銀行っていうのが信託系の銀行なんですよ。だから信託銀行に関しては不動産の仲介業っていうのは行っていいっていうふうになってるんですね。で、まあ、その関西の、まあ、大きな銀行さんに関しましては、まあ、その、もともと信託銀行系の流れを組んでというか、まあ、信託銀行の業務をやってた銀行さんが合併してできたっていうような経緯もあるので、不動産の仲介業務っていうのは行っていいっていうふうになってるので、まあ、紹介されることがあるということなんですけど、やっぱりね、銀行さんって、その不動産を自分たちの目線、で評価することは得意というかね、そのまあお金を貸すっていう視点で評価するっていうことは得意なんだと思うんですよね。まあ不動産を評価するときに、まあその積算って言われる評価方法だったりだとか、あとは収益還元法っていうような評価方法を使って、まあいくらぐらいだったらこの物件貸してもいいよっていう評価を出してくるっていうところあるんですけど、まあ、これも正直銀行さんによって全然違うんですけどね。まあ、言うとその銀行さん独自の見方でこの物件の評価をしていくっていうのが、まあ、得意な人が銀行員の方なんですよね。決してね、不動産のことを知ってるってわけじゃないっていうことなんですよね。まあ、銀行の方がその物件を紹介するときに、まあ、僕がこうそういうお話を聞いたときにですね、どんな案件紹介されたんですか、見せてくださいって言って持ってきてもらった資料を見れたりとかするんですけど、こんなところの物件紹介するのみたいな感じの物件もやっぱ多いんですよね。まず銀行の方はその賃貸のマーケットニーズっていうのは全く把握してないんですよね。で、ここは銀行さんって不動産の先ほど評価をしたりだとか、その売買に絡むようなことはあるので、例えばどのエリアで、売買が盛んに行われているだったりだとか、この辺りが評価が出やすいだったりだとかっていうことっていうのは分かってたりすると思うんですよ。でも賃貸のマーケットって銀行さんの業務って基本絡まないんですよね。だから例えばお部屋探しするときにお金借りたらもちろんしないじゃないですか。
だから銀行さんはその賃貸 の, そのマーケットニーズというものに対して全然アプローチができてないというのがあるんですよね。だその中で、収益物件を買ってください、まあ、売買を行えるので、まあ、お金貸しますんでこれ買ったらどうですかみたいな話を持っていかれるわけなんですけど、そもそもそこの案件をどのぐらいで貸せるのか、あの適正な家賃が、まあ評価できにくいっていうのもあるでしょうし、そのエリアマーケットってどんな人がお部屋探しに来るのとか、要はどういう物件が受けてるのとかっていうことって全然分かってないんですよね。だからそういう人たちに紹介される案件っていうのを買ったらよっぱら怖いっていう話なんですね。であとはもう一つはその時価が分からないというところもありますね。まあ、銀行さんは、まあ、その調べたらある程度分かってくるかもしれないんですけど、まあ、大体どのぐらいで取引されるという評価自体がですね、銀行さんの方が適正な金額ができないというところあると思います。今売ったらこの物件どのぐらいになるでしょうかとかっていう話しても、銀行の方でちゃんと答える方少ないと思うんですよね。やっぱりそういう点っていうのはこの不動産業者さんのテリトリー内の仕事になりますので、やっぱりその銀行さんでわからないっていうところもあります。銀行さんは基本的にお金を貸すだけで責任を取ってくれたりしないですよね。まあ、この物件買ったらどうですか、融資つけますんでっていう形で、まあ、買っていただきました。で、まあ、その融資出して物件買ったはいいですけど、まあ、うまく回らなかったってなったりとかしても、銀行さんが貸してくれるから大丈夫やと思ったのにとかね、銀行さんがお金貸してくれるって言ったから買ったのに私とかって言ったって、銀行員の方はその知らん知らんってなるだけですよね。うん、そのうまくいかないのは私知りませんってなるだけなんで、まあ、これはね、別にこれはあの銀行さんに限ったことではないですよ。これはあの不動産業者さんも一緒ですけど、基本的に買った方の責任になるのは間違いないんですよ。でもじゃあ誰の助言をどう聞いて、判断材料にしていくかってなった時に、銀行さんの話は正直全然当てにならんということは認識しておいてもらった方がいいと思います。うん、やっぱり最終決めるのは自分ってなったとしても、まあそこのマーケットに、まあ、近い人間ですね、例えばそこの地場で賃貸仲介の仕事をされている会社さんに、まあ、この辺りってどんな感じなんですかってお話を聞いたりだとか、まあ、売買を行う会社さんにそこの、まあ、マーケット調査をしてもらってですね、まあ、こんな感じで動いてますよみたいな話を聞いて、それをもとに自分でもう一回確認する。で、まあ、言ってることは正しいなとか、あでもここはこうかもしれへんなっていうことを、自分の目で自分の耳でですね、聞いたことというのをちゃんと自分の中でですね噛み砕いて自分で決断していく、これが非常に重要なことだと思います。でその中に銀行さんの言葉ってあんまり聞き入れたって仕方ないんじゃないっていうのが、まあ、僕の意見です。そういうの詳しい銀行員の方もいらっしゃると思いますし、もう全てが全て全部一律一緒ってわけじゃないですよ。あそのもちろん中には長けた方もいらっしゃると思うんですけど、まあ基本的にですよ、銀行さんはそういうことって気にしてやってない。マーケットのこと気にしたりだとか、家賃取れたかなんぼとかっていうのも、まあ、ざっくりとしか考えてないわけですよ。うん、その中で不動産仲介をして、そこで上がってくる手数料っていうのも自身の成績になるから、仲介の仕事もするみたいな感じになってるだけであって、うん、そんなにね、話聞いてもためにならないと思います。うん、こういうところで失敗される方っていうのが結構多いです。今回、ご説明させていただいた内容としては、大阪の物件を検討するときですね、に最低限これだけ気をつけておいてっていうことはその2つ。まあ、新築ワンルームには気をつけてくださいね。個数が多いからね。それだけ売れる物件っていうのが多い、形になってますんで、騙されないようにしてほしいっていうのが1つと、あとは、銀行さんから紹介される案件っていうのも関西では結構多いと思います。それをね、鵜呑みにして、そのまま言ってる通りでいけると思って買わない。ちゃんとご自身で噛み砕いて勉強した上で買う買わないっていう判断をしてほしいっていうところなんですよね。でその中で不動産業者さんのね、話も聞き入れながら進めていくのがいいんじゃないかなっていうようなところで、今回のお話をさせていただきました。まあね、この動画を聞いていただいた方には、まあ、なるべく関西の物件を買って失敗してほしくないっていうような思いがありますので、まあ、ぜひ、これを聞いてですね、まあ、検討されてた方なんかで言うと、まあ、ちょっと大阪の物件買うのやめとこうかなとかっていうふうに考えていただく方がいいんじゃないかなと思います。はい、じゃあそれではですね、本日のミニセミナー以上となります。ありがとうございました。